早期式潜水中のアメリカ海軍潜水演奏期式潜水とは水上に設置したコンプレッサーあるいはタンクからホースを通じてダイバーが必要とする空気などの呼吸ガスを供給する潜水方式のことでスクーバダイビングと対比して用いられる大きくはヘルメット潜水と呼ばれる旧来の方式カービィ・モーガン社の製品に代表されるような近代的な方式 風化潜水と呼ばれる簡易的な方式に分類されるが、本項目では特に注釈のない限り、近代的な早期式潜水について解説する。その他の方式については、リンク先を参照のこと。近代的な早期式潜水は、スクーバの技術を応用したヘルメットやマスクを使用し、ヘルメット潜水や風化潜水と比べ、作業潜水用として、 機動性や安全性を大きく高めた早期式潜水である。空気供給ホースによる行動の制約があることや、水上にコンプレッサーなどの設備や支援要因が必要なことなどから、レクリエーショナルダイビングで使用されることは、まずないが、作業潜水の分野では、すでに主流になっている。製造者や形式により若干の差異はあるが、早期式潜水で使用される装備の概要は、 以下の通りである。ヘルメット、または、マスク FRP などで作られた軽量型のヘルメット、あるいは目、美、口を同時に覆う、フリフェイス。これらのヘルメットやマスクは、換気効率の向上のため、内側に鼻と口だけを覆う内部マスク。空気は、ヘルメットやマスクに装備されたレギュレーターから、内部マスクに供給される。ヘルメットが使用される場合、 通常はダイビングスーツに固定されるが、ダイバーの首の動きに対しては自由に追従できるようになっている。また、ヘルメットとダイビングスーツは一般に完全に独立した機密空間を構成している。空気供給ホース空気供給ホースは通常通信装置のケーブルや引っ張り強度を確保するワイヤーと一体化され、ウビリックルケーブルとして使用する。 このため、早期式潜水をウビリックルダイビングと呼ぶこともある。通常、マスクあるいはヘルメットに取り付けられたバルブを経由して、レギュレーターに接続される。ダイビングスーツマスクが使用される場合、特に限定されたダイビングスーツはなく、通常のウェットスーツや、極端な場合、水着だけが使用される場合もある。しかし、長時間の潜水や冷水への潜水。 あるいは汚水への潜水が行われることも多いため、ドライスーツの使用が一般的である。ヘルメットが使用される場合には、ヘルメットの形式に合わせた固定金具を持つ、ドライスーツを使用するのが一般的だが、通常のウェットスーツや水着で使用可能なヘルメットもある。その他、極端に水温が低い場所での作業などでは、水面やダイバーが携帯する。 熱源装置から供給される温水で体を温める特殊なダイビングスーツが使用されることもある。予備空気供給装置装機式潜水では、水上の空気供給装置が故障したり空気、供給ホースが損傷したりした場合に備え、通常は水面まで安全に浮上するための空気を供給できる予備の空気供給装置を装備する。これは小型のスクーバタンクとレギュレーターであり、通常、 水上からの空気供給ホースと並列に、マスクあるいはヘルメットに装備された切り替えバルブに接続され、緊急時には簡単に空気の供給源を切り替えられるようになっている。早期式潜水で安全に潜水可能な深度は、通常の空気を使用する場合、窒素中毒に対する安全性から決定されるが、他の潜水方法に比べて安全性が高いため、水深50メートル程度から、 酸素中毒に対する安全限界に近い、水深60から70メートル程度まで使用される例も少なくない。また、混合ガスを使用し、水中エレベーターや潜水艇と組み合わせることで、北海の海底油田などでは、水深100メートルを超えるような潜水も日常的に行われているようである。ありがとうございます。